ヨギボ B リーグ第5節、三菱重工浦和レッズレディース対 AC 長野の試合です。まずは開始6分、浦和のチャンスシーンです。安藤選手がこのクロス、そして清家、はい、ここねロングボールのこぼれっていうのを安藤選手狙ってしっかりと相手をかわしてクロス、しかもピンポイントで清家選手に合わせて、まあ、清家選手もねこれ難しいボールなんですけどもよく合わせましたね。あとは長野の、はい、守備ですね、よくあそこを守りましたよね、足出して触りました木本月選手。22分浦和のゴールシーンです。柴田が自分で持っていってこのシュートです。本当にこのパスずれてしまいましたけどその後しっかりと考えてボールに寄せてましたからね。いやここに蹴れる左隅に、はい、技術素晴らしいです。そして追加点のシーンです。30分、こちらも安藤選手、そして決めたのは水谷、はい、ここねうまく右サイド崩しましたよね。ここでしっかりと時間を作って右サイド崩したのでなんか菅澤選手も入れてますし水谷選手よくあの難しいボールを流し込みました。水谷 B リーグ初ゴールです、はい。まあ、そこにダイレクトで素晴らしいボール入ってきてましたからね。そしてエンド変わって86分、長野このパスを奪って中貝のシュート、はい、本当に前半から前プレッシャーかけて自分たちのボールしましたからね。本当にこれ決めるだけでしたね、惜しいシーンでした、はい、次は決めてもらいたいです。89分です。滝沢リオのシュート、これはちょっと浮いてしまいました。ただね本当後半クロスからシュートっていう場面たくさん作れてたのでとあと少しでしたね。チャンスは作ったものの長野はシュートゴールを割ることができず、浦和対長野の試合は2対0、浦和が勝っています。